それってさ、すべての界隈それありがいいよね。そうそう、それめっちゃ今思った。こっちも先お金もらっといてね。ね、その方がやっぱ余裕を持ってさ、創作できるじゃん。永井美智香とシャンユー、創作なひらめきを求め夜な夜な集まり作業するのは神保町ブックセンターボックス席の深夜2時。誰かの小さな気づきが社会をクリエイティブにするクラウドファンディングのように、小さな疑問や好奇心を引き寄せてたら思わぬアイデアが湧き出るかも。この番組はクラウドファンディングプラットフォームモーションギャラリーがお送りしています。もともと聞いてたイメージとはまたちょっと違う。ハッシュタグカンファレンスを切り口に都市と循環について次話していったところで、こんな感じでね、創作のひらめきのそのヒントはモーションギャラリーで実施中のクラウドファンディングのプロジェクトに潜んでるのではないかという観点から、今夜はね、そのハッシュタグを起点にあれこれと掘り下げているところで、ここまでハッシュタグ京都とハッシュタグカンファレンスを起点に都市と循環のプロジェクトについておしゃべりしてきましたが、次のハッシュタグ選んでいこうかなと思って、多分結構ね喋ってきたので、次がもしかしたら最後かなというところで、残っているのが、ハッシュタグまちづくりとハッシュタグサステナビリティの2つで、残り1個どっちにしようかなとかってあったりしますね。どうしようかね。どっちかね。サステナビリティってさ、なんか聞いたことすごいいっぱいあるけど、結構ちゃんと分かってない系かもしんない。わかる。ね。え、なんか SDGs とかと一緒に知った言葉だなって思う。ああ、そうだね。結構ふわっとしてるから、これを機に考えるっていうのもありかもしんない。あり。なんか生きてやっぱ、ああサステナビリティねっていう顔しちゃってたと思う。そうだね、その顔今日でやめようか。やめよう。うん、じゃあサステナビリティにしよう。お願いします。じゃあこのね、サステナビリティというと、さっきね、あの SDGs と一緒に知ったなーっていうところがあったと思うんですけど、SDGs 自体がサステナブルデベロップメントゴールズの略なので、サステナブル、サステナビリティという単語が入っていて、まあ、持続可能なっていう意味の言葉ですね。で、今回都市と循環というカンファレンスのイベントなので、まあ、当然持続可能であることはやっぱり循環していくことにつながっていくし、循環すれば持続可能であることはもちろんそうなのでっていうところですごく結びついているハッシュタグなんですけど、あとね、なんかこのページをね見てた時に、人間的尺度っていう言葉があったんですよね、ページの中に。なんかこう去年の第0回の時に出てきた印象的なワードだそうなんですけど、まあ、この循環とか人間的尺度っていう話聞くと、6月の配信でちょうどこのうんこと死体の復権、関根義晴さんの監督作品。で、こう生き物の循環とか、あとあのチェルフィッチュさんの舞台の消しゴム山では、そのね、あの防波堤を作るために山がこうすごい勢いで形を変えていくっていう、こう人間的な尺度で自然が変えられていくようなところに、こう一つ疑問を持って作品が出来上がったっていうところもありましたけど、なんかそういう人間的尺度とか循環、結構最近いろんなところでね、あの言われ始めているなと思ってて、うんこと死体の復権の話も結構印象的でしたよね。面白かった。面白かった。結構そのね、都市と循環では、生物的循環、生き物の循環、死んで、分解されてまた新しい命に生まれ変わってっていうところと、こう技術的な再利用、それこそプラスチックとかって再利用が難しいっていうか、人が作ったものってなかなかその循環していくことが難しいものがあって、そういうものを、技術的なものをどんな風に再利用していくことができるかみたいな、そういうあの両方の点からカンファレンスを進めていくっていうことで、劇のさ、大道具とかってさ、まあその劇場入りに合わせて、その演出家と、まあ、舞台監督と美術家とかがさ、大体私たちが
6時まで稽古してたとしたら、6時半とかからそういう美打ちみたいなのが始まって、稽古場で俳優が帰った後に細かいプラン立ててたりするんだけど、すごいさ、やっぱめっちゃワクワクするじゃん、やっぱ舞台セットって。なんかその客席から見ても面白いし、あとこう使い勝手がいいようにさ、隠し扉とかがあったりもして、めちゃくちゃ興奮すんのよ、そういう忍者屋敷みたいな状態。でもさ、やっぱ基本的に全部さ、もう一回使わないじゃない。あー、まあそっか。やっぱこう、この A っていう公演で使ったものを B っていう公演でもう一回使いますとか、なんかあの劇団が使ってたセットめっちゃ良かったから、うちの劇団にも貸してくださいみたいなのって、まあ少なくとも私は聞いたことなくて、やっぱ普通にもったいないよなみたいな。いや、まあ確かに。すごいなんか、いや毎回作りたいよなっていう気持ちもわかるけど、なんかせっかくなら、なんかこうもう一回こうね、その再解釈して使い直すとかがあってもいいし、なんかそれできたらもうちょっと予算とか余裕出んのかなとか思っちゃう。確かに確かに。そっか、なんかあっちの劇団で使ってたからうちにも貸してくれみたいなのがさ、聞いたことないけどみたいな話ですごい思い出したっていうか、すごい最近めっちゃ自分が思ってることなんだけど、なんか友達とかとご飯食べに行ってさ、なんかもう一品頼みたいなみたいな、お腹的にあるねそう、あるじゃん。もう一品頼みたいんだけど、今メニュー表に載ってるメニュー的になんかちょっとどれも多そうだな、残しちゃうかもな、どうしようみたいな時あんじゃん。あるある。そういう時にふと横の卓を見ると、もうほぼ食べ終わってて、でもなんか微妙にご飯残ってる時あんじゃん。いや待って待って、これをこっちがもらえれば全部解決なんだよっていう時あるじゃんあれの時ほんともらえないのかねっていうなんかほんといろんなところで循環が。いや、あれをもらえさえすれば、向こうも捨てずに済むし、こっちもちょうど良くなるから変に頼まなくて済むし。いや、ほんとだよね。めっちゃちょうどいいんですよ、この量がって思うときしょっちゅうあるんだけど、どうにもなんないんだよね、きっと。あれ、ありになりたいよね。あれ、ありになりたい。なんか、ありの空気になってほしい。ね。ほんとそうだよな。昔さ、ピザ屋で働いてた時もさ、なんかピザだからさ、その残ってるものってさ、別に手つけてないじゃん、多分。そうね。そう、それがさ、3枚とか残ってた時にさ、でもバイトだからさ、捨てなきゃいけないじゃん。でも、あ、今多分この3枚食べたら、私別にランチ終わるんだけどな、みたいな時すっごい思って。あれがどうにも切なくて、食べたことはあるんだけど。いや、バイトって食べちゃうよね。バイトは食べるよね。これは絶対いけるっていうやつ。そう、絶対これは食べてもいい気がするって判断した時は食べたけど、でも、隣の席の人にはそれ言えないからなーってすごい最近思ってる。言えないよなー、あれねー。もったいないよねー。もったいない、あれ。どうにかしてほしいと思う。でも、このね、食べ物の SDGs の目標にもありましたけどね、そういう食の廃棄がやっぱ多いっていうのは問題になってて、まあ今回のね、都市と循環でも食と脳っていうあのトピックについてディスカッションがね、されるっていうふうにありましたけど、結構ね、やっぱ食べ物のそういう循環って、これからね、やっぱ街のこと考えていく上で、減らしていかなきゃいけないし、無駄を。ね、どうやっていくかっていうのは結構大事なところで、今回のね、カンファレンスでも話されるっていうところで、ちなみにその食と食べ物、あとまあ農業、作るっていうところで、今回そのクラウドファンディングは、リターンとしてチケットを先行で提供しようという趣旨が一つで、まあ、あのリターンとして参加できるチケットが得られますよっていうので実施されてるんですけど、それってどこからヒントを得られたかっていうところで、農業で生産者の人と消費者の人が直接つながって、消費者の人が前もって生産者の人にお金を支払っておいて、生産者の人は消費者の人に対して出来上がった農作物を定期的に届けるっていう。へー。
コミュニティサポーティッドアグリカルチャーっていう仕組みが割と欧米ではあるんですって。私も日本で知り合いがそれやってるんですけど。そんなのあるんだ。知らんかった。そうそうそう。先にこう原資、元となるお金を出資しておくことで、こう生産する側が余裕を持って、キュウリを買います、お金を渡しますじゃなくて、なんかこう、ある程度このお金を渡しといて、その中で、まあいろいろね、天気とか気候とかあるので、出来上がったものを受け取れますっていう、そういう設計にできたらなっていう。え、それいいね。それいい。それってさ、すべての界隈、それありがいいよね。そうそう。それめっちゃ今思った。こっちも先お金もらっといてね。ね、その方がやっぱ余裕を持ってさ、創作できるじゃん。そうだよね。全部そうなった方がいいと思う。うん。全部そうするもう。全部そうしよう。ほんと。そうしよっか。全部そうしようよ、マジで。それこそあれですよ。クラウドファンディングある意味それはあるのかもしれない。あの、本を作りますとか舞台をやりますっていう時に。ああ、確かに。そうだね。そうだ。確かそうじゃん。あるじゃん。もろじゃん。それがクラウドファンディングじゃん。よかったら次の作品から確かにできますっていう。なんだよマジ。なんか全ては誘導されたね。いやほんとちょろいもんだよ。ねちょろいもんだねうちら。ふわーっと。びっくりしたもん今。ね。かつそれでそのクラウドファンディングもそうですけど、プロジェクトページでアップデートとかでね、更新されてる記事とかで進捗とかお知らせされたりするので、まああのなんていうか、お金を渡してそのプロジェクトがどんな風に進捗してるのかっていうのを、まあリターンで受け取れたりとか、お知らせで受け取れたりとか、農業におけるそのコミュニティサポーティッドアグリカルチャーっていうね、あのお金を先に渡しておくっていう仕組みも、野菜のやり取りだけじゃなくて季節のものとか知れるし、今年はこれがダメだったとか、最近のあの畑の様子とか、も知れる。なんかそういうコミュニケーションが生まれるっていうことも、やっぱりあのこれからやっぱ都市とか循環を考える上で大事になってくるのかなっていうので、この仕組みを今回都市と循環さんでは取り入れられたっていうところで。へえ、いいよな。ちなみにあのさっき大道具をもう一度使えないかっていう話があった時に、最近モーションギャラリーでクラウドファンディングを実施してもらってた平泳ぎ本店さんっていう劇団さんが、野外公演を行う時に所作台っていう、野外でやる時に足元がやっぱゴツゴツしてるから、一枚大きな板を置いて、その上で演劇をすることで、まあ、演者さんもスムーズに演技ができるようになるというか、必要なそういう所作台を、まあ、自分たちの公演をきっかけに作るんですけど、それをこう同じ場所で野外演劇する人たちがみんなそれを使えるようにしたいっていうプロジェクトをやってた。あ、優しい。そういうのがね、実際あるらしいんですよね。へー、優しい。いいね、そういうのね。いいね。うん、もったいないもんね。取っとけないだろうしさ、そんな。確かにね、でかいもんね。うん。番組では皆さんの感想や最近気になるトピックを募集中です。ぜひハッシュタグボックス席の深夜2時をつけた SNS 投稿や番組概要欄にある専用フォームへの投稿をお願いします。そして Spotify やApple Podcast での番組フォローとレビューの投稿もお待ちしています。また、番組のオンラインコミュニティ、もしもし文化センターでは、会員限定 SNS にて、リスナー会員、もしもしーずの皆さんと番組クルーで、エピソードの感想や気になるトピックについてシェアしています。最新エピソードをいち早く聞けるアーリーアクセスや、ここだけで楽しめるボーナスエピソードなど盛りだくさんです。もしもし文化センターへは番組概要欄に貼ってある URL からアクセスできます。皆さんのご参加お待ちしてます。